これ二十五ミリまるまる下がるっていう雰囲気ではないのよ。あ、そうなんですか。かこんばんは。M. S. T. V. ニュースの時間です。まずは二輪の話題から。鈴木は二千二十四年。二月一日から。 5月31日までの期間中 V ストローム 250SX 新車購入のお客様を対象に新車購入特典として純正用品のローシートを本体価格25,520円より半額の12,760円で購入できるキャンペーンを実施するとのことです V ストローム 250SX は車高 835mm ですが、ローシートを使用すると約 25mm ダウンするとのことです。対象車種とローシートを同時に購入されたご本人のみが対象となり、スズキワールドにて試乗の際にはローシートの試乗も可能とのことです。次に4輪の話題です。 2024年1月25日マセラティが新たな電動化計画を発表しました従来のロードマップでは2030年までのフル電動化を目指していましたが今回の発表では2年前倒しして2028年までにフルライン EV を達成するとのことです 現在ラインナップする EV はグランツーリズモフォルゴーレ、グレカーレフォルゴーレの2台ですが2024年中に新たにグランカブリオフォルゴーレが加わり2025年には上海オートショー2023でも予告されていたスーパースポーツの MC20 フォルゴーレが追加。 2027年には、ステランティスの新 EV プラットフォーム、STLA Large を採用する新型, o 型、e U v v、大型 EUV、BEV。2028年には、フラッグシップサルーンとして STLA Large の採用が見込まれる次世代クワトロポルテが登場するとのことです。最後は自動車業界の話題です。 カーメイトは特例特定小型原動機付き自転車 E-Free-01 を1月26日から発売します。2023年8月に国土交通省の性能等確認制度に適合し、サドル付きの自転車タイプでは初の適合車両とのことです。16歳以上であれば免許不要で 車道を最高速度時速 20km で走行可能で、モードを変更すれば最高速度時速 6km で歩道の走行も可能です。カラーはサテンブラック、グレージュ、コーラルブルーの3色で、本体サイズは全長 1250mm、全高 1020mm、 全幅570ミ、mm、リメートル。重量は22キログラムで、最大積載量は85キロとのことです。販売はバイクオーカンパニーが行い、価格は16万2800円です。以上、MSTV ニュースでした。

私乗やばいって言ってツーリング行くか行かないかだったんだけど最後は2日乗ったらそうですね。2日乗ったらまあ普通に街中も全然乗れるしこれはね確かに俺も手軽にね乗ってほしいバイクなんだけどでもねシート高八百835だっけそうなんですよね。意外と高いでしょ。 であとねこのシートコ八百835に対して今ねローダウンシートをねあの安く入るんで,で今今だったらっていうのでこの2 5ミリってなってるけどこれ、ね、2 5まる丸々下がるっていう雰囲気ではないのよ。あそうなんですか25下がったら810、はい、だと,になると結構810だったら誰でも OK みたいな感じに思うでしょだけどねこればっかりは、うん、販売店に行ってくっつけて。うん 両方またがららててもううっていうねそれがまず一番大事なとこね。はいはい、えー、マーシーもそうだったんだけど、はい、やっぱり初めて乗った時にあこれ無理って思うのが2日でなとかこう乗れるじゃないだからね第一印象というかね販売店に行ってパッて乗ってあ無理なのかローシートを入れて OK なのか、うん、それともこのぐらいだったらいけるかもしれないっていうのを見るのは がんないことには何、ね、やもう数字だけで、うん、結構いけるんじゃないあの、うん、結構ね今日乗ってきて、うん、いや810になるのか、うん、V ストローもありだなみたいな気持ちになったのかああ<笑><笑>でもそうか一回やっぱまたがってみないことにはやっぱりそういう意味でた試乗の試乗してみたほうがいいねあのーモーターサイクルショーとかでもよくまたがらせてもらってね あ,のあれも頑張ってね、うん、やっぱりメーカーはまたまって買う気になるかどうかだけどあのねやっぱり23日本当とは乗りたいぐらいなのよだから今レンタルバイクみたいな,、ね、たいな形をねよく乗って選ぶ人もね、はい、いるけれど。 できたら乗ってほしいしできたら販売店に行ってこういうのを装着してね、うん、自分が手が届くかどうかとか足が届くかどうか,かう、ね、っていうのも、ね、見るまあいいチャンスとして <laughs>、はい、なんだろうすごいね,ごいねこのキャンペーンね。ねあのね、うん、だったら最初からシートコン下げたので来てって思うんだけど <laughs>、うん、あの V ストローム 25SX はね意外とやっぱり本格的な走行も技術者陣は ちゃんと考えてストローク量をとって、はい、あ,のある程度ね,ねラ,フラフな場所にも行けるっていうことを作ったそうじゃなかったら V ストローム2号普通のがあるわけですよ。あれがいいので <laughs> だからもうちょい本格的なって言ったら、ねね、なんかね もうみたいいに、足届かかなとでもねありですよ多分ありで一回これ多分でまたがってみてまたそのねさすの感じというかさすというかあの何んですかねシートの感じが変わるどう変わるんだろうと思ってローシートだとローシートってここの部分は 25mm なんだけど逆にちょっと逆に横に足が広がるようになるんで逆に丸々落ちるっていう雰囲気ではないのでこれは一旦またがってもらった方がいいかなというねただ あの格好がね、S X 格好いいじゃない。格好いいいや、V スト25無印でもいいんだけど、やっぱり S X のちょっとこうね、乗りたいみたいなハードな感じで背伸びをしてというかね、つま先で立ってもいけるかどうかっていうのはやっぱりね、乗りながらっ2日とか乗ったらやっぱまたああ25の方が良かったとか前が良かったとか、いろいろあるんでしょうね。やっぱそれぐらい乗って試乗したりして。 やりたいですね、うんうん、でもちょっと気になったんだ、うん、最初「無理!」とかって言ってたのに2日乗ったら「いや,いや意外とセックシーな」ってっ、ね、これ切ってるかも,もしれないですけど、うん、今のねやっぱバイク乗りながら軽いし、うん、やっぱね軽いであの、まあ、元気にこう走るっていうのは本当に元気に走るしやっぱね今のがちょっと重いなって思っちゃった走りが重いなっていう感じがしちゃって、うん、全然でもマーシーの中にはこうなんていうかな もう他のバイクなんか全然考えてない私これでいいしってずっとやっぱ愛車をね大事にしてるけど、はい、いろんなのに乗るともう目移りしちゃうで,しょであの市場とかで半日乗るぐらいだったらそんな目移りしないんですけど、うん、やっぱ1日2日乗る,乗るとまた戻った時にあれあやっぱここが良くないのなうちのバイクって思うところが出ちゃうんです自分のバイクに対して前の乗ったやつが良かったりすると。 経験値どんどん増やしてるんでね今言葉が非常に多くなってきてるよねシートコーのことに関してもだけどこういうキャンペーンをやってねやっぱりメーカーの方も一生懸命ね乗りやすくこうりやすく対していろんな手段でね体験をしてもらおうっていうのをやってるんでぜひぜひぜひこれは行ってみてください私も乗った方がいいと思いますよはい次のニュースはい次はマセラティマセラティね ここも電動化 <laughs> フル電動化。それが2年早まったっていうことなので、<laughs> あのね相当かなりスピーディーに開発進めてらっしゃる。あの他のメーカーが今どんどんやってきたら、はい、意外と電動いけるいけるって、うん、いけるいけるってなって半信半疑だったんだけど、うん、あじゃあうちももう全部切り替えちゃおう次の車種からって、はい、って思うでしょ。どんどんもう2025年には全部フル電動化しちゃってくださいで。 2026年そこからさらに2年後ぐらいにやっぱりガソリンも作ろうかなってもう一回いっちゃってくださいよっていうね <laughs> 俺はね,えですねちょうどだから乗ってこられたばっかりだからなおのことですよね多分ねあのグレカーレねこれはグレカーレフォルゴーレなんですけれどもそれの電動じゃない場を乗られたんですよだからね <laughs> なんだろうねやっぱよかったエンジン車の。 あ、電気な電気のいいところがものすごくあるよ。いいものすごくある。理由で suv には電気が合うっていうのは分かってる、うん、利便性がいいからね。だけど乗ってるなんて。ああ、マセラッティ乗ってるな。とか。<laughs> あとはやっぱりマセラッティのね。音はね。はい、あ,あの特徴なのよ。マセラッティのあのフェラーリと同じエンジンっていう形で、<laughs> あの音を聞けるんだったらマセラッティありげだなって思うんだけど、もう電気だったら。<laughs> あの他でも同じになっちゃうんじゃないのっていうことね。ねこのこの王冠のマークとここの三つとがマセラティーだけも。ね、もこれも本来はいらなくなってるんですもんね。まあそうだよね。本当は飾りになっちゃう。うんうん、あマセラティーのあの音なのよ。<laughs> あの音のために俺は乗りたいと思うけどね。ということですので、はい、ぜひあのそちらも検討エンジンに戻ることも検討ください <laughs>。そう本当どんどん早めどんどんフル電動化早めて早まったが上げくあのまたガソリンエンジンも出てくるかもしれないっていうのは。 俺はねあの家具メーカーもどんどん言っちゃってくださいうちもフル電動化でもこれからはガソリンエジやめますって言って改めて帰り座いてくるの待ってますから待ってますから俺はもうロータスも待ってますよ今からこんなこと言っちゃやばいなそして最後ですねこれは特例特定小型原動機付き自転車ですねあのね要はキックボードとかそういう類の やつもののサドルがついた版が,がた、ね、これが初ということで今こういうでもこれもうバイクだよね <laughs> って言ってさバイクが二十キロ出ちゃいますしね,ね。でも車道二十これさやっぱり一番面白いのはこれなんだけどさ車道二十キロってさ、はい、あの逆にゃ、まあ、自転車 自転車走るかね。多分自転車多分二20キロ以上出てるんですよね本当に車道出てくる自転車当然俺だって60キロぐらい出せるもんいややっぱそうそう結構それうだねえっとねだけどねモーターモーター走行ってなるわけでねでし免許なしで出るのがちょっと不安では思ったりしなくもないあのね、確かにここ普通自転車は免許なしでこれが乗れるわけでしょヘルメットと

さすがにあるんだけど、はい、だけどまずね歩道走行6キロって,言って、はいうて、これは特例のみですね。うん、すあのなんかスイッチで切り替えたら、切替えて6キロ走行になればって、OK です。まあ要は本当に自転車みたいな扱いになるとモーターで20キロでしょ。うん、まあ確かに、うん、まあおばちゃんたちが、うん。 それが多分どんどんまだ若い16歳以上になってこうやっておしゃれなんなると、うん、また若い子たちも乗ってってなるとやっぱりまだ車のルールを知らない子たちも乗り始めちゃうって思うとう、ね、ちょっと怖いかなっていう気も、うん、できれば。 ここから興味のをバイクに持ってきてほしいな。そうね。これのっあ、いや、やっぱりバイクどんどん横走ってくじゃん、かっこいいなって思って。バイクに来てくださいとはちょっと思ったりします。どんなに、どんなに頑張って車道に出ても。忍者にいご、ピュー、行けますから。行った時にこっち行かなきゃいけないじゃない。まず、その原付行くなり、次からじゃ、お原付より。やっぱ中型みたいなね。ほうきを守って、マナーを守っていけば。ちょっとね。 まだガソリンで走れるビューンっていうのが体感できるぞって思ったらここから行くのもありだし <laughs>、はい、電動バイクもありますし今、うんまあ、でもで、ねね、本当に電動アシストとは違って特例で、ねまあ、ちょキックボードとかちょっとややこしいからね余計ややこしいよねキックボードと同じ感じでも両方とも乗れる感じ。 というのがね、はい、まあちょっと売られるということで、これカーメイトさんがありましたね、<あ>入れてましたね。そうですねなんですが、<ン>販売はバイク王さんですね、うん。カーメイトさんはね、あの四輪パーツのいろんなこうアフターパーツをね、いろんな形で売ってるところで、<ー>私も取引はしたことがあったんですけど、<あ>なんとなんと,なんとバイクやんのかというちょっと形でしたね。はい。 とえー、今日はですね、うんえー、スズキ V ストローム 250SX ローシートと、えー、新車購入特典キャンペーンを行っていますというニュースとですね、うん、マセラティの新たな電動化計画のニュースそして、えー、カーメイトから発売された特例特定小型原動機付き自転車 e フリー e 0 1発売のニュースをチャレンジ女子アナ7期生の小川真代がご紹介いたしました。 はい、ありがとうございます。はい、もう楽しいニュースですよ。詳し、ね、<laughs> もうだ,だいぶ経験値が増えてきてね。はい、話の話題が止まらなくなってきた。<laughs> でもまあなんとか終わりましたね。はい、ありがとうございます。いますはい、皆さん、今日はこの辺で、はい、さようなら。さよなら